1>, 1分で解ける東大数学。三角関数の最大、最小の問題です。まず、三角関数ですから、サイン2乗プラスコサイン2乗が出てくるように、3乗の公式使います。1、1ですから、動くものを一つにまとめたいので、倍角の公式です。二次関数になりましたね。変域は、 0から180度なので、単位は0から1まで。二次関数のグラフを書きますと、右肩下がりですから、というふうになります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。